今回は、アニメ渋谷事変オープニングの好きなところ挙げてコーゼに対する読者の反応を紹介していきます。やっぱし要因ラッシュ。このオープニング見た人に聞く好きなとこランキング、おそらくナンバー1。俺も好き。俺もそこが一番好き。1で出てたマジで最高すぎる。少なと五条とマヒとかっけー。背景もしっかりし要因に合わせてあってめっちゃ好き。そらここよ。さらっと左腕に影かかってるのね。1。それが2。呆然とした五条さん。最初の方の五条と下等のカットって感じ。上昇の存在しない記憶シーン。このオープニングでも五条下等が出てくんの嬉しかったなぁ。ここの前オープニングの対比になってるとこも好き。イケイケ青時代からいろんな意味で変わり果てて悲しくなる。マヒトが電車の中スキップしながら第三次引き起こしてるのが影になってるところゾッとした。マヒトからすれば今から楽しいピクニック前の準備に過ぎないけど、一般人からすれば突然周りが変形して異様の化け物になっていくホラーシーンなんだよな。これ改めて映像で表現されるとゾッとするわ。めっちゃ青かった過去編オープニングとは逆にめっちゃ赤いオープニング。下等の縫い目が見えるか見えないかっていうところが良い。最後の下等ワンチャン縫い目なしなのかと思ったけどちゃんと止めてみたらそんなことはなかった。今までで一番好きなオープニング確定です。おされでかっけー。どこっていうかまずもう全体の雰囲気が最高よな。自分が渋谷事変に抱いてたイメージを見事に映像に落とし込まれた感じ。やっぱりイタドリ VS マヒトっしょ。もう上がってるけどマヒトがスキップしながら電車内を歩くところ。キャラクターの邪悪さと無邪気さがうまく表現されてると思う。マヒトの電車のシーンも良かったな。メイさんの後で炎に包まれてるのって誰だろ？上後に焼かれたメンバーのうちの誰か？多分ナナミン。わかる種印のところかっこよかった。野原の椅子に囲まれて左目押さえてるカットがもうお辛いし要因ラッシュはこれ嫌い言う人まずいないだろうと思えるかっこよさ。まこらの法輪も被ってテンション爆上がりよ。イタドリが燃えて少なに変わるところ好き。わかる。背中で語る特急ジュレイブ水木。米印この後めちゃくちゃ五条にしばかれた。ミワちゃんの涙が印象的だった。呪術読んでガチ泣きした部分だったから鳥肌やばい。全部良かったけどあえて絞ると使用員ラッシュ。炎と共に少なに変わるとこ、マヒトと電車の3箇所が特に好き。白セーター、一体何者なんだ。ミワちゃんがすごくヒロインしてた気がする。サビの VS マヒト、ジョウゴ、お兄ちゃん、パパグロ、賢弱の流れの音はめ気持ち良すぎる。パパグロ2回出たけどどっちもギリアニメ勢にはわかんないようになっててよかったな。参った全部好きなシーンだから上げてったらキリがねえ。イタドリが頭抱えてるシーンは死体安置所なんじゃないかとコメント見て知ってなった。スクナの領域で粉みじんになった人たちなんだろうな。どこ開けても空っぽなのにね。で、丈夫だ。大半は死体も残らず塵になった。もっとよくねえ、遺族に何も残せねえんだぞ。最終的には23区内の死体安置所も使用不可になるからセーフ。実は原作でも描かれてる。なんは？セリフからして東堂のところじゃないか？ここで上後だけ左下に光が見えてるの意図してるのかわからんけど少な線のあれやこれを示してるのかね。冒頭ではイタドリの後ろにたくさんの仲間がついてるのに最後のシーンでは誰もついてきてないんだなぁ。椅子に囲まれるのばら見て覚悟はしてたけどぶってなった。五条の陸眼もあってかっこよすぎた。五条が目を見開くシーンの直前に映る翔子さんがタバコ吸ってるシーン。そりゃタバコ吸いたくもなるよねって泣きそうになった。ここ好き。学校の階段のエンディング思い出した。歌詞がアウトなやつ。映像と光陰影がヤバアニメの域を超えとるなぁ。スクナ、マヒト、ダコン、ジョウゴ、お兄ちゃん先決、東堂白手、伏黒古部、五条使用員ラッシュの順はこれで確定かな。順番に意味はあるのかどうか。五条で締めるのは熱い。敵味方の境目がお兄ちゃんなのうまいなって思った。キャラクターにも視聴者にも忘れられない秋が始まる感じでワクワクする。目隠しをつけ直すところも好き。そういえば最近目隠し五条見てなかったなって思う。呪いの強者たちしか許されないステージって感じで良き。サビ直前のイタドリに炎が燃え移って少なに変わるあたり曲調も映像も、こっから呪いたちが暴れ回る番なのが見て取れるいい転換点。今まで東方はコメント非表示だったけど渋谷事変オープニング呪術はコメント見れると思ったらコメントの書き込み多すぎたからなのね。小2000件とか15分とかで言ってたもんね。
伏黒が領域展開じゃなくフルベイなのかなりわかってるような領域展開じゃない、と言えるのアニメ勢もざわざわしてた。四角下間演出いいね。やっぱオープニングの主人公VS宿敵の構図は映えるなーって思ったけど、よくよく見たら両者の表情とか周囲のエフェクトか見るに真人が煽ってる場面だよな。これ好き。マジで主要演シーン作った人に5万くらいボーナスあげたい。あのシーン格好良くてゾクッとする。やっぱり主演かっこいいっすわ。主演らしはさもう。って決めた人にボーナス払いたい。伏黒と城後の主要演まあまあ似てるから一瞬しか映らないオップだと呪力操作で炎を見せるのと古部の方がわかりやすく映えそうなのもあるかな。板取りで締めるのも良いっすね。飛行艇の頃の重たいキングヌーがアニメで聞けるとは思ってなかった。最高。話が進んだらパパブロの2カットはもっと明らかにパパとわかるような陰影にしたり変化があるといいけど、そんな手間かけないかな。主要演で伏黒の古部から五条の領域展開になるのって本誌意識してるのかな。一語は割と本誌要素取り入れてたし、少なから始まり五条で締めたり五条の一つ前に古部とマコラの輪っかを並ばせたりは因縁を意識してると思うよ。少なさん、少なと五条の因縁対決みたいになってるのくさ。青テーマの映像、赤テーマの映像はセンスありすぎる、オシャレすぎる。ブリーチのオップはオシャレかっこいいで有名だけど、ブリーチオタクのアクタミ絶頂してるでしょ。このオープニング板取りはタでいっぱいカットがあるし印象深いがもう多いから気にならないけど、オープニングの MVP シーン股間の使用員ラッシュには混ざれないのが技なしの悲しみがある。ブギウギのとこで手拍子入るのもうかっこよすぎる。使用員ラッシュで領域展開と術式持ちによるバトル、際立たせる演出にしたの。神田は渋谷事変からは戦いのステージが一段上がったことを表してるようでかなり好きですね。ただここに主人公が混ざれてないの前代未聞で草ではある。言うてお兄ちゃんとか頭火山とか東道がありなら黒線なり警帝拳もありだろうし、あえて外したんだと思うよ。黒線とかは固有の技じゃないし、蹴り側のラッシュに挟まれても格落ち感は否めないから外して正解だよな。オープニング曲のフルバージョンは各種配信サービスで配信され始めたからみんなダウンロードしよう。なんか作画の勢いでガツンとかっこいい感じじゃなくて、あまりのセンスの良さに続々となるかっこよさ、一番好きなオープニングかも。わかる。過去編のオープニングエンディングも大好きなんだけど、あっちは青春を強調する綺麗な作画だったのに対して今回はなんていうか作画力を前面に押し出すってよりかは雰囲気を大事にしてきたなって感じがして、どっちも好き。これって誰？板取りが少なになるとこの直後。人間の骨ゲロってるし、ダコンやろ多分。ダコンでしょ。領域展開して大量の海水が広がる。そういうことか、ありがとう。ゾクゾクする。よくよく見たら剣弱だわ、額のやつが見えなかった。これ好きでも不思議で何のかわからん。サナギが孵化する様子多分真人の成長というかハッピーバースデーってやつさ、板取りのシーンだと思う。そういうことね、天才かよ。これかな。ここ良すぎた。わかるわかる。一人だけ青色があるのがどことなくスッキリする。途中まで赤赤赤で怖い笑い。片手ずりーな。伏黒のターンでガコンと聞こえるかのような演出ゾクゾク下回ってこそだよな。わかる。一瞬間後安永帝じゃないんだと思ったけど、マコラ要素出すならここが一番美味しいよねって。こんなの見せられちゃうと死滅回遊のオープニングも期待しちゃうじゃないか。あの変かなり領域展開するから今回みたいなラッシュ期待しちゃう。